はい、皆さんこんにちは。登山の YouTuber、りょうじです。今回の企画、早速発表します。日本アルプスの紅葉の山、ベスト5です。5をご紹介したいと思ってます。今回ね、単純な紅葉の山のご紹介ってだけじゃ面白くないかなと思ったので、一つ縛りを入れました。で、その縛りは何かっていうと、登らなくても見れる絶景の山っていうようなね、絶景の紅葉の山っていう形にしました。で、なんでかっていうと、もちろん登山してる人だったら、まあ、この山行ってこの紅葉見ようとかっていうのも、もちろんあるかなと思うんですけど、多くの方にね、山を好きになってほしいっていうね、思いがありましたので、逆にね、登山口からでもめちゃくちゃ見れる絶景の山あるんだよっていうところをお伝えしたくて、ご紹介の仕方はね、非常に簡単で、場所を、写真、生き方っていうような3本構成で、ご紹介をね、ポンポンポーンとね、できたらなと思っておりますので、ぜひね、登山をしてない人とかね、でもね、行けるんだよとか、登山しなくても見たいなとかっていう人に、もう非常にね、お伝えしたい回になっております。もちろん登山好きな人でもぜひ行ってほしいようなね、最高の山々っていうか、まあ、登山ぐちぐちみたいな感じになるかもしれないんですけど、ぜひ、皆さん見ていただけたらなと思っております。じゃあ、早速、紅葉の登らなくても見れる山、ベスト5。第5位はこちらです。第5位、乗鞍岳、畳平。はい、乗鞍岳なんですけど、これね、松本とね、高山市にまたがる山で、この畳平っていうところまではね、バスで行き、そこから見える美しい紅葉がもう最高なんですよね。で、行き方なんですけど、ちょっとね、マイカー規制があって、車で登山口までは行けないので、ほうのき平か平湯バスターミナルから、バスに乗って行っていただきたいかなと思ってます。そしてね、最高峰は剣ヶ峰、3026メートルというすごい高峰ですね。で、スカイラインがあるおかげでね、2702メートルまでビューンとね、一気にこの紅葉を見に行けるという形になっております。紅葉の時期は9月の下旬頃よりという形になってます。で、今回ね、ご紹介でこのね、の写真についてはね、インスタのところのね、写真提供者、YSKE310 様より、お借りしております。はい。そしてね、第4位、戸隠山、鏡池という形でね、ここはどこかっていうとね、標高1200メートルのね、長野県戸隠にある大人気紅葉スポットです。池のリフレクションが素敵なんですよね。で、これ、行き方なんですけど、まあ、車でね、鏡池前のどんぐりハウスっていうところまで行けるんですけどね、台数が10台なので、少し離れた大駐車場で40台ぐらい止められます。標高のね、戸隠山自体は1904メートルなんですけど、ここのめちゃくちゃおすすめなので、戸隠そばがうまいので、ぜひ食べていただきたいかなと思ってます。紅葉の時期はね、こちらも9月の下旬頃よりという形になっております。ワイカズさんと、こちらはね、登山の YouTuber、りょうじ、私自身の写真を使っております。第3位、木曽駒ヶ岳千畳敷ですね。これも有名ですよね。中央アルプスの木曽駒ヶ岳の絶景が見れる場所になっておりまして、ロープウェイでビューンと一気に標高を上げた先に広がる絶景がすごい。写真提供はテカリ様からいただいています。行き方につきましては、菅野台バスセンターまで行って、そこからバス、ロープウェイと乗り継いで、一気にこの千畳敷っていうところまで行きます。日本で最高所の駅です。言わずと知れた日本百名山、木曽駒ヶ岳が見える。ちなみにね、これ、ね、駒ヶ岳と名乗る山の最高峰は木曽駒ヶ岳なんです。紅葉時期はこちらもね、やはりアルプスなので9月の下旬頃よりになります。こちらの写真については、また、YSKE310、様からお借りしております。ぜひね、ここもね、手軽に行ける、ロープウェイで行ける、登山口になってますので、ぜひこの景色を見ていただきたいかなと思っております。はい。次はね、第2位、白馬岳、八方池。はい、こちらなんですけども、めちゃくちゃ綺麗でしょ？これもね、白馬村にあるところで、絶景の池、白馬三山を鏡のように美しい池の紅葉を見ていただきたいかなと思ってます。本当にね、北アルプスの北部っていうところにありますので、山がね、本当に高いっていうようなイメージ感があります。写真提供、レイラ様ですね。行き方につきましては、東京からだったらね、車でまあ白馬村まで行って、そこからね、白馬八方尾根スキー場のゴンドラ等を乗り、そこまで行けます。そしてね、紅葉の時期、こちらももちろんアルプスなので、9月の下旬ぐらいからですね、早かったらね、9月の、まあ、20日25ぐらいからも見れるんじゃないかなと思ってます。堂々の第1位、立山室堂です。
でこちらね、言わずと知れた紅葉のメッカになっております。室堂駅に着いた瞬間から広がる高山の紅葉が最高すぎる場所です。行き方については長野県の大木沢から行くか、富山県の立山駅から行くかは、これはね、もうどちらでも大丈夫です。どっちで行くかはあなた次第。東京から行くなら長野県側から行くの方が近いかなとは思ってます。北アルプス北部にある立山。近くにはね、剣岳とかもあります。写真提供はね、こちらもね、ゆうかさん、ゆうか17様からいただいております。ぜひね、こちらもね、時期が9月下旬で、すべて9月下旬という形になってますので、もうこの時期忙しいですね。という形で、紅葉の山ベスト5、こちらで以上になります。はい、ベスト5楽しんでいただけましたでしょうか。本当ね、歩いていいんだったらもちろんね、絶対ね入れるのが唐沢とかね、入れるんじゃないかなと思うんですけど、今回あくまでも歩かないで行けると登山口から見れる綺麗な、紅葉っていう形ですと、多分こちらの5つなんじゃないかなと思ってます。登山の YouTuber 領事、こちらのチャンネルにつきましては、基本的にこういう登山の情報であったりとか、装備の情報、ギアの話であったりとか、私自身が山を登っていろんな景色を見せるとかっていう、まあ一応まあ大体登山とか山に関することのチャンネルになってます。ぜひね、コメントお待ちしてますし、ぜひチャンネル登録もしていただけたら、モチベーションにつながるかなと思ってます。っていうような感じで、今回は以上にしたいかなと思っております。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。